なんかいいことあんの？最後まで見たら。あるある。何が？それは見てのお楽しみ。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしく。55からのハッピーライフ。アメリカでは、こういろんなところでクリスマスソングとか、ラジオをピッてつけると。I'm dreaming of a white Christmas. 素敵じゃん。かっこいいじゃん。その歌声。毎年最近はね、思い出すのがバンドエイドとか。ね。ああ、そう、俺、ね、クリスマスって言うとやっぱワムとか山下達郎、ね。そう、だからワムのラストクリスマス、一緒に2年前映画見たでしょ。Last Christmas, I gave you my heart. それね。君はきっと来ない。一人きりのクリスマス。ああ、それもありましたね。うん。でもやっぱりアメリカで生活してると、ワムのラストクリスマスとか、Do they know it's Christmas time? ね。Christmas time. そう。あれって84年かなんかでしょ、最初のバンドエイド。うん。だけど、毎年結構更新して、うん、で、最近見たのでは、オリジナルのさ、メンバーが、もういなくなっちゃってる人もいるしね、30年ぐらい経ってるから、みんないろんな人生を生きてきて、それに乗り越えて、いろいろ辛いこととかもやっぱりミュージシャンも人間ですからね、あるわけでさ、バンドエイドを作ったボブ・ゲルロフっていうね、うん、私もすごい好きな人、I Don't Like Mondays っていう歌があって、それヒットしたブームタウン・ラッツっていう、それは学校の、これちょっと深刻なあれなんだけど、学校のスクールシューティング、バンバンバンって言っちゃう。で、ある日、子供がね、月曜は嫌いだって言って、学校に行って、月曜、みんなを殺しちゃった。まあそういう歌を作った人で、その人が中心になっていろんなね、アーティストを、まあ私たちの世代の人だったしっていうと思うんですけれども、もうさ、そのボブ・ゲルドフも人生も、もうそれはそれは波乱で、もう娘と奥さん亡くしてんの、彼は。もう本当にシワだらけのおじいさんになっちゃってて、それでも、なんかこう、頑張ってるっていうさ、そういうざまが、こう、なんていうの、年々、いろいろなね、アーティスト、変わるガール、いろいろ、新しい人が出てきたりとか、古い人がまだ頑張ってんだ、みたいなさ、ポール・ウェラーとか知ってる？知らないの？もう超美形の、もう大好きだったんですけど、私。で、今は、それなりに、やっぱり、ね、年取ってるから、もう、ね、かなり、あーって思っちゃうんだけど。いや、まだ生きてるよ。彼は、だって、彼なんて、それこそ、いつだっけな、数年前ですよ。子供、生まれてたよ。なんかもうかなり子沢山で、確か、5、6人、もっとかな。ブルース・スプリングスティーンとかさ、出てて、うん、ブルース・スプリングスティーンはアメリカ人だから、アメリカの、のうん、あ、生きてる。彼も、そう、彼もうつ病とかで結構苦しんでて、一時ね、ちょっとね、引っ込んでた時期とかもあるんだけど、みんなもうね、もうほんとなんか、ちょっとここで今日のね、この動画で言いたかったのは、やっぱりミュージシャンってこう私たちをこう励ましてくれる人たちじゃん。で、YouTube とか見てても、やっぱりミュージシャンにはもうかなわないなっていうほど、すごい観覧数だしさ。だけど、そういう人たちも、やっぱり人間だから、すごい苦しみながら、なんか悩みを抱えて生きてんだなって思うわけですよ。ワムのジョージ・マイケルだって、今度12月25日来るけど、彼はクリスマスの日に、ジョージ・マイケルはバンドエイドにも参加してたし、そのこう、毎年見てると、なんかさ、もう、なんかいたたまれないような、なんか複雑な気持ちになってしまうわけですね。だけど、ここでちょっと私今日一番言いたいのは、ボーイ・ジョージのことなんですけど、ボーイ・ジョージ知ってる？それは知ってますよ。カルチャークラブのね。で、私ね、自慢じゃないんだけど、10代にボーイ・ジョージのそっくりさんで、ミュージックライフに出たことあんの。すごくない？ボーイ・ジョージ、似てるんですか？そう。似てるんです。あ、そうすか。そう。髪の毛こんなんでさ、で、カルチャークラブの格好して。Do you really want to hurt me? カマカマだな。カマ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 。私ね、個人的にすごく好きなのは、ちょっと後のあれなんだけど、Crying Game っていう映画があって、それの主題歌になってた、カルチャークラブっていうんじゃなくて、彼の
ソロのだと思うんだけど、それがね、すごい好き。私はそのボーイジョージね、どうしちゃったんだろうって思ってたわけじゃないですか、みんなね。知らないでしょ？ボーイジョージ、どうしてるんだって。知らないよ。ね、結構知らない人多いと思うんだけど、でもその彼ね、私がちょうど一番なんか辛かった時期なんですけど、一人になって、すっごい彼に励まされたっていう経験があるので、今日はその話をしたいと思いました。それまでに、まあもう消えちゃってる人だったんだけど、なんかね、たまーになんだけど、ニュースに出てきて、それこそ逮捕とかさ、警察に通報されるとかさ、悪いニュースばっかりで、たまにこうタブロイド紙を賑わしてた時があるんですよ。まあゲイでね、カルチャークラブのドラマーと恋仲だったわけですよ。それで結構辛い、その恋が辛かったみたいで、解散みたいになってったんだけど、その後彼はずっとその恋愛をね、引きずってて、で、その恋をね、克服するために、そのオンラインデートで知り合った人と、なんかデート重ね、でも うまくいかなくて、もうなんかさ、そういう有名人でも、オンラインデートとかってするんだなって当時思ったんですけど、そのオンラインデートで知り合った人ともうまくいかなくて、もうなんかまたもうすごく太っちゃって、もうこんな写真とか出てきちゃってて、で、そうなるとさ、やっぱりこう、ね、心も病んでいくわけで、で、うつ病になってとかさ、薬物みたいなのも出てきててさ、もう結構悲惨だったわけですよ。うん、ね？で、そういうのが出てきて、ニュース、ああ、なんかもうね、過去の人なのかな、なんて思ってたら、10年近く前に、カムバックしたの。で、その時に、もうすっごいびっくりして、もうさ、すごい痩せて、超かっこよくなってて、でもキラキラキラみたいなさ、もちろん化粧とかもしてるんだけど、でさ、その歌がさ、またさ、一つね、すごい覚えてるのが、Nice and Slow っていう歌があるんだけど、それがね、もうすっごくいいわけ。で、ちょっと皆さんにも、後でこのね、概要欄にリンク貼っておきますけど、その曲に、もうね、超励まされたんですよ。なるほど。うん。それでね、そのボーイジョージのその後みたいな、なんでこんな風にカムバックしたい、なんこんな風に、なんかもうもともとまあ成功する人だから、容姿もまあ美しい感じだったのはわかるんだけど、すごく魅力的な人になってるって思って、こう内面から出るなんかすごい、ああこの人なんかこうすごいなって思ったわけですよ。でツイッターとかも始めて、彼ね。で、さ、そのツイッターがいきなりビーガンとかになってて、もうビーガンレシピみたいなさ。それでまあ痩せたらしいんだけどね。で、それこうさ、フォローするようになったりとかしたら、もう彼の努力っていうかさ、あ、みんななんか一生懸命生きてんだなとかって思ったら、もうなんかね、すごい泣けてきて、励まされたっていうね。ことがあったんですね。去年、また彼が60歳のお誕生日、還暦迎えて、で、その60歳だから、彼はね、60個、なんか、曲を出しますみたいに言ってたんだけど、かっこよくなってるでしょ？ちょっと面影があるね。うん、人間として、すごく魅力的じゃない？何も感じない。ボーイジョージも、まあだから逆に言えばさっき太ったのこのとか言ってたけど、うん、ね、うん、お、いい感じに年取ったじゃんっていう。あ、いい感じになんか年取ったじゃんって顔してるでしょ？うまくいってない時とかね。なんかそういう時の顔も見てるから、もう悲惨なわけよ。その時の顔っていうのは。要はね、だから言いたいことは、私はこの人を見てずっと追ってきてるから、あ、なんか立派に頑張って生きてるなっていうふうにすごく感じて。自分のことだけを言ったって、ボーイジョージか興味ない人には何も伝わらないんで。うん、だから興味ない人は見ないから、もう。見ないからじゃん、それ。それそれじゃあ面白くなってもねえじゃん。だけど、ちょっと聞いてよ、私が。私が。もう、ボーイジョージのことはもういいから、ボーイジョージ以外に、うん、だから、ボーイジョージを通して、ボーイジョージを通して、私が感じたのは、ね、
この人だってさ、やっぱりさ、それすごいさ、人生を生きてきてるわけですよ。でも、ボブ・ゲルドフにしてもね、まあ、ジョージ・マイケルは死んじゃったけど、この人にしても他の人にしても、みんな一生懸命生きてるんだねっていうことで、そこでしょ？言いたいこと。だから、みんな一生懸命生きましょうねって、私はすごい、だからボーイ・ジョージに励まされて、私はそのおかげで結構一生懸命、私だって一生懸命生きてるっていう、ね、一生懸命生きてるんです。エンターテイナーっていうのはみんなを励ましてくれる役割じゃん。だけど、そういう役割の人たちもみんな自分は自分で一生懸命生きててさ、ああ、みんな同じなんだなって、もうそれこそさ、今コロナだからね、この We'll get through this together っていうスローガンがありましたけど、本当にこうみんなでもう頑張ろうねっていう、もう本当その気持ちが今年のクリスマスでまたジョージ・マイケルとかを思い出しながら、そういうことを私は思ったっていうことなんです。ですね、それを皆さんにぜひね、お伝えしたいなと思って。重要なのはそこですね。ね。でも私はジョーには、こういう私のその個人的な思いも、やっぱり感じて欲しかったので、ジョーが知らない時にこの人を見て、すごく本当に励まされたんだよっていうね。同じように感じてほしいとは思わないけど、私はそういうことだ。みんなそうだと思うよ。だからそれぞれ、例えばこういう人たち、このボーイジョーだってもしかしてさ、ね、この私たちの YouTube を見てね、うん、この人がそう言ってることによって、励まされるかもしれないでしょ、うん。だから皆さん、やっぱり頑張って生きていきましょう。命のある限り。うん。で、私は本当にクリスマスになるたびに、なんかこういうね、昔懐かしい人たちを思い出し、みんな今年も頑張ってるんだなって思いながら聞いて、で、私も頑張ろうっていうふうに思いながら今年も過ごしていますよ。バンドエイドって名前、うん、これいいなと思って当時も。うん。そのバンドエイド、なるほどねと。うん。でも当時はね、私、10 Day No It's Christmas の歌詞が好きじゃなくて、なんでかって言ったら、彼らでよかった。今クリスマスだってこと分かってんのかなって。Tonight, thank God it's them instead of me とかな、あ、なんだっけ。そう。なんかそんなような。そう。要するに、僕らじゃなくて、彼らでよかったっていうことを僕たちは感謝しますみたいな、ボーノがその、さ、サビのし、意味が分かんない。だから難民なのが彼らでよかった僕じゃなくてって言ってるわけ。だから苦しんでるのが彼らでよかったって、僕たちはアメリカとかイギリスとか行ってお金もあってクリスマスとか知ってて、あ、僕たちはクリスマス祝えるけど、うん、彼らは知らなくて、知らなくて、それを知らなくて、まあそういう立場じゃなくてよかったってこと言ってる、ね、うん、そう。で、僕たちが難民なんじゃなくてよかったって言ってるわけよ。だからそれってなんかさ、えって思うじゃん、一瞬。あの、なんとか菌が出たじゃん。エボラウイルス。そうそう、それ。それが出た時も、また大々的にレコーディングし直したんだけど、その時はさすがに歌詞を変えて、その部分。うん、やってた。どういうものですか？思った。っていうことでした。それではまた。バイバイ。 See you later. ありがとう。上手になったね。これかっこいいでしょ、素敵でしょ。ジョーがね、くれたのね。本当のバラなんですよ、これ。本当のバラを、うん、あの、コーティング、プラスチックみたいなコーティングしてるんですよ。ねえ、それをね、選んでくれてね。一言バラ。君のハートに。